はい、それではお待たせいたしました。続いてのバンドの紹介に移りたいと思います。続いてお送りいただくのは京都大学ザ・クロックタワージャズオーケストラの皆さんです。バンドを紹介させていただきます。はるばる京都からやってきた京大ダークのジュニアバンドザ・クロックタワージャズオーケストラです。総勢40名ほどのメンバーで古今東西いろいろなジャズをお送りします。はい、それではザ・クロックタワージャズオーケストラの皆さんお願いします。僕も含め結構緊張してると思うんですけども、ぜひ温かい目で見守って
ます。はい、ということで2曲目はですね、まあ趣向を変えましてといいますか、ボーカル曲を聴いていただきたいと思います。はい、今回、京都府立大学からですね、上坂彩乃さんという素晴らしいボーカルを来ていただいております。はい、ということで、2曲目お聴きください。 Feeling Good。改めまして、ボーカリスト上坂彩乃さんでした。ということで、健太君お願いします。
ュニアバンドといいまして、まあ、西軍、米軍とかっていうなんかこう1軍、2軍バンドみたいなのがあるんですけど、兄弟の場合は昨日出演したダークブルーニューサウンズジャズオーケストラというのが、西軍バンドでして、こちらのバンドは結構人がいっぱいいて、頻繁に入れ替わったり、それでこの転換時間も結構長くなってしまうんですが、続いての曲はですね、去年今の2回生、まあ、結構2回生が主体で、バンドを運営したりしてるんですけど、去年の1回生、今の2回生が、去年の兄弟の文化祭で、演奏した曲でして、それ以来結構断続的にやっているんですけど、まあ、なんやかんや何度やっても飽きない、楽しい曲ですね。はい、それでは、フライト・オブ・ザ・フーバーズ聴きください。
フライト・ウザ・フーマーズお聴きいただきました。ソリストはアルトサックス坂口若葉、トランペット熊谷慶翔、テナーサックス岡田龍之介、はい、皆さん手伝いしてください。はい、何度やっても、楽しい曲が、ございましたが、続いての曲は、5曲中4曲目と、いよいよ後半戦となってまいりましたが、今朝僕ロッテリアというところで月見バーガーを食べてきたんですけども、結構皆さん月見バーガー食べても十五夜、とか何いつかすごいすいませんすごい緊張したって全然うまく喋られないんですけど、あさってが十五夜らしくてですね、中秋の年月ですけど、次の曲はそんな月にちなった、曲を、お送りしたいんですが、なかなか揃わないですね。ちょっと MC をやりたいんですけど、次の曲結構トロンボーンセクションが、フィーチャー曲みたいな、感じになってまして、トロンボーンのソロをたくさん聴けると思うので、楽しみ。結構サックスとかでトランペットソロやりがちですけど、なかなかトロンボーン聴けなかったですので、ぜひ楽しんでください。じゃあそろそろちょっと時間かかるかな。先生ちょっと時間がかかっているみたいで、そうですね。
ハイハイダウンをお聴きいただきました、ソリストを紹介いたします。全員トロンボーンです。手嶋ひかる、上田雄生、若宮千尋。はい、ということでハイハイザムーンということで曲でございました。大変ね短い時間だったんですけども、出番も限られておりますので、残念ながら次が、最後の曲と、なってしまいます。次の曲はですね、結構最近やり始めた曲なんですけど、個人的には結構気に入っている曲でして、結構ポピュラージャズ以外でもカバーしている人は多くてですね、レイ・チャールズとかエルヴィス・プレスリー、和田アキ子などカバーしているんですが、とてもメロディーが素敵な曲でございます。ということで、ザ・クロックタワージャズオーケストラで、やってきましたが、最後までお聴きいただきありがとうございました。最後の曲お聴きください。 I can't stop loving you。
ございました。黒北はジャズオーケストラでした。ザ・クロックタワージャズオーケストラの皆さんの演奏でした。今、一郎明の拍手をお願いします。